南馬の堀江は、忍徳天皇が南馬に築いたとされる水路である。日本初期巻、第11、忍徳紀,紀11年の記事に、天皇は南馬宮の北の野のに水路を掘作させ、南の水を西の海へ排水できるようにし、堀江と名付けた。という内容の記述があり、堀江の成立を物語るものとされている。古墳時代中期は、大和王権が中国王朝及び、 朝鮮諸国と積極的に通行し始めた時期であり、山東県にとって瀬戸内海は重要な交通路と認識されていた。そのため、山東県は4世紀末から5世紀初頭頃に奈良盆地から出て瀬戸内海に面した南波の地にとを移した。本拠となる南波高津宮は上町が一条に営まれたが、その東隣の河内平野には、 当時、草がえと呼ばれる広大な湖、湿地帯が横たわっていた。上町大地の北から大きなサスが伸びており、このサスが草貝の排水を妨げて洪水や高潮の原因となっていた。新たに造営された南馬高津宮は食料や生産物を供給する高配置を必要としていた。そこで大和王県は河内平野の開発を企図し、 草貝の水を排水するための水路を掘削することとした。水路は上町大地の北部を横断して南場の海へ通じ堀江と呼ばれるようになった。この堀江は伝説上の存在ではなく実際に築造されたものと考えられている。築造の時期は5世紀前期とみられる。ただし築造したのが本当に仁徳天皇だったのかについては 皇帝派と会議派で見解が分かれている。堀江の流路としては、大阪城のすぐ北の天馬川から大川を通り、中野島のあたりで海に出るルートが推定されている。なお、大阪市西区に残る地名の堀江とは、位置が異なる。日本書紀によると、仁徳天皇は、堀江の改作と、同時期に、淀川の流路を安定させるためまむた包みを、築造させている。 マムタみの痕跡が川地北部を流れる古川沿いに現存しており、実際に築造されたことがわかる。堀江の改作とマムタみの築造は、日本最初の大規模な土木事業だったのである。ありがとうございます。